伊藤崎君夫です。今日はですね、魂の殺害者という本を紹介しますけども、モートン・シャットマンというね、アメリカの精神分析家が書いた本ですけども、まあ、これね非常に画期的な本なんですね、私にとっても非常に画期的な本で、改めて読んで驚きましたけども、この魂の殺害者とは何かというと、これはだから、この動画でもたびたび取り上げているダニエル・パウル・シュレーバーさんの言葉なんですね。で、この、魂の殺害者、モートン・シャッツマンという、人が書いたこの本は、そのシュレーバーさんのお父さんと息子の関係について述べた本なんですよ。ですから、その私が今翻訳で読んでいる、ダニエル・パール・シュレーバー、息子のシュレーバーさんの、ある神経描写の主義ですね、シュレーバー回想録と言われますけども、まあ、つまり頭がおかしくなって発狂して病院に入院して、そして、さまざまな奇妙な体験を、手記にした本で、これはフロイト・ラカンはじめさまざまな精神分析家が分析しましたけども、でそれで私は翻訳をね、まあ、読んでるんですけど、その中でシュレーバーさんとその息子と父の関係がね、少し書いてあるんですね。でここにもね図が随分載ってるんですけども、お父さんは、まあ、非常に熱心な教育者 で教育学者なんですね。でその当時のドイツにもドイツ社会にも大きく影響を与えた教育学者で、だからその、自分がこういう考案したこういう器具で、息子を縛り上げて、で正しい子供にしようと、いうことをしてて、その影響で息子がおかしくなったんだっていうことが、まあ私が今読んでる、翻訳のシュレーバーの息子の方のシュレーバーさんの本にも書いてあって、で私は、シュレーバーさんの手記を、3回ぐらい読み直して、この人の奇妙な体験っていうのは全部お父さんの影響なんだっていうことにはたと気がついたんですね。で検索したところ、ダイレクトにね、そのお父さんと息子の関係について研究した本があるのであったので、まあ読んでみたんですけども、まあ想像以上にねすごい内容だっていうことが、分かったんですね。で、まあ、そのすごいっていうのはいろんな意味がありますけども、やはりそのシュレーバー、モーリッツ・シュレーバーですね、お父さんのモーリッツ・シュレーバー博士がその息子にした虐待というのは、まあ、想像を絶してすごいんですね。とにかくその、もう生まれたての頃から教育が始まっていて、もう調教と言っていいレベルですね。動物を調教するように、まあ、もっとひどいですよね。でまずもうとにかくもうお父さんの方へ行かれてるわけですね。でその行かれた父親に育てられたので息子も行かれてしまったと。でその行かれた父親っていうのもそのまあ一般には息子と違って精神病院に入っているわけではないですけども、そのまあ一つこの本の特徴は、実はそのお父さんの方のモーリッツ・シュレーバーさんは、あんまりさん付けで呼びたくないんですけどね、モーリッツ・シュレーバー博士と、この本の中では述べてますけども、まあ、たくさん著作がある人なんですよ。で教育学者で医者でもあって、でその当時のドイツでも有名な人だったので本を何冊も書いてるんですよね。でその本をそのシュレーバー博士の 著作を読み解く中で息子の、手記との対応というものを、挙げていたりするんですけども、まあ、結構合致するわけですよね。でつまりその、息子のシュレーバーさんの方はその神様が光線を発して、光の筋ですね、それを発してその自分を縛ったりさまざまな影響を与えるということを訴えていますけども、そもそもそのお父さんの方が、光線という言葉を使ってるんですね、だからキリスト教的に正しい子供に育てるのが、科学的だというふうにしてお父さんは信じていたわけですよ。で、その中でその光線という言葉をね使ってるんですけども、まあそうやって
まあ、細かく見ていくと、まあ、私もね、その3回目読んだ時に、まあ、それなりには気づいていたんですけど、より具体的な例がね、対応表として、載っていたりするので、まあ、非常に興味深いんですけども、で、さらに興味深いことはですね、実はだからこのシュレーバーさんの息子の方の手記を最初に、取り上げたっていうか、だからフロイトが取り上げたので、まあ、有名になったっていう側面があるんですけども、フロイトはだからそのシュレーバーさんは他人の話を聞かないパラノイアなので精神分析が効かないと。だからシュレーバーさんの著作を読んで、その著作を分析すると。でその著作を分析した結果、その、まあ、シュレーバーさんね、息子の方のシュレーバーさんは、自分が神の光線の力によって女性化してしまうと、自分の体が女性になってしまうと、それに対する恐怖と屈辱を訴えて、いたんですけども、でそれがだからその、この人の中にはだから同性愛への思考があって、それに対する恐怖があって、でそれがまあ精神病を引き起こしているというふうにして分析して、でその、フロイトのシュレーバー症例論も私読んだんですけども、まあ、なかなか見事に書かれているなというふうにして思ったんですね。だからその精神分析のセオリーとして、その患者の言うことを真に受けないで、時期通りに受け取らないで、その言葉と言葉の奥にある、その、文脈を見つけると。でそういう意味で言うと、そのシュレーバーさんの息子自身はその同性愛については一言も書いてないんですけども、その行間から、言葉の向こうからその同性愛っていう言葉を引き出すと、そういう概念を引き出すと、それは実に、見事で、まさにそれこそ精神分析と思わせるものがあったんですけども、実はね、この本によると非常に大きな落とし穴があったんですね。つまりフロイトはだからその息子の本を資料にして、精神分析したにもかかわらず、お父さんの本はね、全然考慮に入れてないんですね。これは私もね、この本で指摘してびっくりしたんですけども、つまりそのお父さんの本っていうのは、そのフロイトが生きた時代、もちろんシュレーバーさんが生きた時代、まあ同時代ですからね、でもう簡単に書店で手に入るような本で、その当時のドイツでも広く読まれていた教育書だったんですね。だからその当然ね、その、ダニエル・パウル・シュレーバーさんの手記を、分析の対象にしようと思い立ったんだったら、そして精神分析だったら、お父さんの影響もあるだろうと、そしてお父さんも本を出してるわけですよね。だからお父さんの本と息子の本と比較して読めばいいとね、単純に思うんですけども、フロイトにねその発想がね全くなかったっていうんですよね。それがねまず驚きなんですよ。だからその一方でシュレーバーさんの、そのフロイトの分析によると、そのシュレーバーさんの背後に同性愛への思考というのがあったというのは、まあそれはそれで、あるんですけども、でもその同性愛の思考も含めて、実はその背後にお父さんの影響があって、で息子の本と父親の本と見比べると影響はかなり明らかなんですよね。でそのかなり明らかで、しかもその当時ね、入手可能な本、入手が簡単な本だったので、比較は簡単なはずだったのに、それをしなかったわけですね。で今の時代、今の私だと、そのまずシュレーバーさんのお父さんの本で、日本語に訳されていないんですね。日本語に訳されて出版されてないので、単純に息子の本はね、いくつか他の出版社から、いくつかの出版社から出版されてるんですけども、だからそのまあ結局この本が、お父さんと息子の関係を、知る日本語で読める、まあ一番いい資料で、まあ丁寧に比較しているんですけど、その作業をねフロイトがしていなかったっていうのがね、これは私としてはびっくりなんですね。
だからまさに東大元暮らしなんですよ。で結局ね、そのまあシュレーバーさんのその息子の方の手記の特徴はとにかく決めつけが多いんですね。神様から光線が発せられていると、ね、その光線を私は見たんだと。そしてその神様の光線によって自分が女性化してしまうと、その体験も自分がしたんだっていうふうにして、もう自分が確かに経験したことなんだからそれは本当なんだと、幻想でもないし、ましてや自分が気が狂ってるなんてことはないんだっていうふうにして、つゆほども疑わないわけですよね。でだからパラノイアって言われるんですけども、でもその元を正せば、そのお父さんのモーリッツ・シュレーバー博士自体が子供の教育っていうのはこういうふうにやるもんだと、ね、子供の姿勢を何が何でも正さなければならないと、ちょっとでも曲がったらもう体も性格もひん曲がってもう大変なことになるっていうふうにして、何の根拠もなく信じて疑わないわけですよね。全くだからその息子は親の影響を受けているに過ぎないんですよ。でそれで言うと、実はフロイトも様々な決めつけがあるわけなんですよね。だからフロイト自身は、決めつけないように、様々な洞察を働かして、で、言葉と言葉の間から、同性愛というそういう一つの答えを引き出すんですけども、フロイトはフロイトでね、さまざまな先入観にとらわれているっていうことをね、この人は同時に明らかにしていて、それもねすごく面白いんですよね。で、一般にフロイト理論っていうのはその、エディプスコンプレックスとか虚勢コンプレックスっていうふうにして言われて、でとにかく男の子っていうのはおちんちんを切られちゃうことに対して非常に恐怖を、持っていると。でそのおちんちんを切られちゃうかもしれないという恐怖が、その母親への愛情とそれと父親への憎しみに結びついてるんだっていうふうにして、言うんですけども、どうも私にはピンとこないっていうか、自分の記憶を掘り起こしてみても、そのおちんちんが切られる恐怖っていうの感じたことがあったのかっていうことなわけですよね。であとその母親の愛情と父親の憎しみっていうものが自分の中にこう対としてその、物心つくかつかないかのそのぐらいの自分にあったかどうかっていうことなんですよね。もちろん思春期で親子の間でいろいろあったっていうのはありますけども、それは理由があるわけですよね。でもそのフロイト理論によると、そのエディプスコンプレックスにしろ虚勢コンプレックスにしろ、それは先天的に誰にでも備わってるものだっていうふうにして断言してるわけですよね。でそれもだから実は、決めつけなんですよ。それをね明らかにしたんですね。つまりね、簡単に言うと、シュレーバーさんのお父さんはその息子がその G をすること、オナニーをすることを非常に恐れたんですね。でそれを禁じるんですけども、でもオナニーしちゃダメだっていうふうにして、ダイレクトに子供に言えないので、様々に遠回しな言い方をして、そして遠回しな手段で、こういう器具で縛ったりとかね、そのするわけですよ。で実はそういう教育っていうのは当時の19世紀のヨーロッパでは多かれ少なかれされていたっていうんですよね、このモートン・シャツマンの話によるとね。でその当時のその性風俗の資料もいろいろ集めてるんですよ、この人はね。だから説得力があるんですけども、だからそのまずそのシュレーバーさんのお父さんの、モーリッツ・シュレーバー博士が、その性的なことに対して異様に潔癖症だったっていうこともありますけども、その背後に当時のヨーロッパ文化がその性に対して非常に潔癖症で、そしてその子供にオナニーをさせたら絶対ダメだと。でつまりね、人間がダメになると、でひいては民族の堕落になるわけですね。でそうすると民族は堕落しないために、何が何でもその子供のオナニーは禁止しなければならないというね、そういうその今から考えると
非常にパラノイア的なね妄想に取りつかれているわけですよね。その中に、その文化の中にフロイトもいたわけですよね。だからそのやっぱりその実はそのおちんちんなんかいじってるとちょんぎられちゃうわよっていうふうにしてお母さんが言うっていうのは、その当時の19世紀のドイツをはじめとするヨーロッパではどこの家庭でも普通に言われていたことだし、フロイトもそれを言われて育ったわけですよね。で、そうすると人間には虚勢の、恐怖が根源的にあるっていうふうにして、まあ、フロイトは勘違いしちゃうわけですよね。で、一方でね、この本はもう一方でまだ読み終わってないんですけどね、ベンジャミン・ウォーフの、言語論が何箇所か引用してあってね、まあそれも読んどいてよかったなと思うんですけども、やっぱりその人間の思考とか感性っていうのは、言語に規制されるし、そして言語というのは、その地域その国の文化そのものなので、その個人の考えとか感性とか価値観を、その国家国民の、価値観や感性やそして言語と切り離すことはできないというふうにして述べてるわけですね。で、そうすると実はフロイトも、自分は客観的であろうとしながら一方では、みんなと同じように自国の、文化に、引っ張られて、で、それと気づかないうちにそれがあたかも普遍的なことのように錯誤してしまったと、そういうことをね指摘しているんですね。で、それはまあ、本人もおっしゃってましたけども、この本の中で、それは単純なフロイト批判じゃないんですよね。フロイトはここが間違ってるからダメだとかそういうことではないんですね。で、むしろね、この本自体がフロイトの方法論によって貫かれているわけですね。フロイトが切り開いた方法論に、乗っ取って分析されてるわけですよ。だからフロイトの方法論によってフロイトの、間違いを、修正するとね、それはだからその フロイトの考えを受け継いでいるのであって、だからまさにそのジャック・ラッカンがフロイトに帰れっていうのはそういうことなんじゃないのかなと。だからそのフロイトの言ったことは全部正しいんだと、エディプスコンプレックスも全部正しくて鵜呑みにしなきゃいけないんだっていうことではなくて、あくまでもフロイトの方法論をちゃんと自分でマスターした上で、エディプスコンプレックスってのはここがおかしいんじゃないかと、この歌詞はフロイトの言ったここの歌詞はまずいんじゃないかっていうことを、分析するっていうのは十分に、フロイト的だし、それこそがフロイトに変えるということなのではないかと思うんですよね。で、だからね、まあ、もう一つすごいのは、とにかくそのフロイト、あとシュレーバーさんが、息子のシュレーバーさんの方が書記を書いて、で、実はこれは親子関係のことなんだと、親の影響なんだっていうことを、が明らかになるまで、つまり、50年経ってから、ようやくね、お父さんの本と息子の本を比較する人が現れたんだけども、それまでね、50年余り、息子と父親を比較しようなんていう発想がなかったっていうんですよね。これも驚きですよね。だから実は、羅漢読書会というのを私の師匠の彦坂直義先生主催で、10年ぐらいやっていて、でここ数年は精神病というジャック羅漢の精神病というね、これは、シュレーバーさんの手記をもとにフロイトが分析したシュレーバー症例論を下敷きにまた羅漢が講義をしている、本ですけども、まあそれなり、それなりっていうかまあ、面白い本ですけども、でもね、お父さんのこと一言も出てないんですね。羅漢の時代はね。だから羅漢でさえ、まあ羅漢フランス人ですからね、フランスでシュレーバーさんのお父さんの本がどれだけ普及していたかっていうのはわからないですけども、とにかく羅漢にさえ、お父さんの本を読んでみようっていうね、その発想がね、なかったんですね。それがね、すげえなというふうにして思うんですよ。で、この本自体は、このモートン・シャツマン自体、この本自体はもう今絶版になっていて、で、
で、これは実は取り急ぎ、図書館で借りたんですけどね。まあちょっとやっぱり自分で買わなきゃいけないなと思って、これから注文しようと思ってるんですけども。まあだからね、実はその私が精神分析とか哲学とか、そういうものに興味を持ったところの原点が、実は加藤泰造なんですね。で、それは中学だか高校の時に友達に勧められたんですけども、その、加藤泰造は、その、まあ、私はその高校の頃ね、中学高校と自分はダメな人間なんだと、ダメな子供なんだと、そういうそのコンプレックスがあったんだけども、その悩める若者に対して加藤泰造先生は、君たちが悪いんじゃないんだと、親が悪いんだと、ね、親が自分のことを悪い子だって決めつけて自分の価値観を押し付けてるんじゃないのっていうね、その可能性を考えてみなさいよっていう本を書いて、私は随分衝撃を受けて影響を受けたんですけども、それ自体ね、実はね、この人の本の影響があるんじゃないのかなと、直接的にしろ間接的にしろね。だからそのやっぱり50年間ね、そのシュレーバーさんのお父さんの方の本が研究者の間の中で読まれなかったっていうのは、その親を疑うっていうね、子供がおかしいのは 親が悪いのかもしれないっていうね、その可能性をその考える視点をヨーロッパ文化の中では禁止されていたんですよね。だからそれはシュレーバーさんのお父さんが息子に父親、自分ですね、自分であるところの父親を疑うことを、何重にも、禁止してるというね。だからシュレーバーさんの妄想の中に父親に代わって神様が出てくるんですけども、それはだからヨーロッパ文化全体に、言えたことであって、それは日本文化もそうなのかもしれないですよね。親を疑えっていう発想がその、なかった。でもその、加藤泰造さんの本を私が読んだのは、だからまあ中高生の時代だと、まあ80年代ですよね。で、この本が出版されたまあ後なので、まあ加藤泰造先生がこれの影響を受けてね、そうだ、若者の悩みっていうのは親にあるんだっていうね、それを一般化して子供にも分かる本にしたと。で、今はその毒親っていう言葉がね、ネット中心に一般化していますけども、だからね、この本自体はそんなに知られてる本じゃないというか、私も全然知らなかったですね。絶版になってますしね。でも、まあ、これが与えた影響っていうのは、私も含めね、随分大きいんじゃないのかなと、いうふうに思ったんですね。というわけでありました。どうもご視聴ありがとうございました。